こんばんは、北向雄貴です。今日は八戸市のボルダリングジムにやってきました。見てください、この広い施設。八戸市にこんなとこあったんですね。今日は徹底的に、ボルダリングという競技取材していきたいと思います。今回北向さんが取材するのは八戸市の中学1年生関川メロディーさん。去年6月東京で行われたボルダリングの全国大会で大人も出場する中、アマチュア部門最年少優勝を達成。将来の日本代表候補として全国から注目が集まっている選手なんです。どうも、はじめまして。こんにちは、関川メロディーです。よろしくお願いします。お願いします、はい。名前がね、メロディーっていうことですけど、最初僕がメロディーちゃんを紹介された時に、実は吹奏楽かなんかかなと思ったんですけどまさかこんな過酷な競技をやってるとは思わずに、はい、パッと見は簡単そうに見えるかもしれないですけど、正直怖いです今もうビクビクしてます。東京オリンピックや4年後のパリオリンピックで追加種目に決まっているスポーツクライミング。それでは関川メロディーさんのボルダリングを見せてもらうことに。いやいや、もうスタートからこれすごいな。ちょっと待って、いや、早い。うわー、早いです本当に。コウモリじゃん。腕だけじゃなくて足の力とかと体幹とかもしっかり使って登っていくともう楽に登れるし、今足ついてるんで手が届くけど、これこうでしょ、無理だよ関川さんの凄さ、こんなもんじゃないです。続いては、はい、このこれですね、はい、皆さん、僕先ほど言いました195センチありますスイングスパン、それでこれまず届いてませんよね。関川さんが挑む課題はこちら、ここからここに行くというのです。はい、嘘両手で青いホールドを掴んだ後、勢いをつけてピョーンとジャンプ、最後は片手。いや、もうスタンディングオベーションもうそれしかないです。カエルです。関川さんの凄さを伝えるべく、北向さんもボルダリングに挑戦です。全くのど素人です。全くボルダリングのボの字もしていません。北向さんが登るのはこちらの初心者コース。 Z の印がついた紫色のホールドを使いゴールを目指します。皆さん伝わりますかね、このまず傾斜がね、ちょっとこれどうでしょうかね。いやー、ちょっと自信ないですけど、向き頑張ります。そこら辺とかでも全然大丈夫。ちょっと待ってよ、こういうことね。はい、どこだっけどこだっけ、これです。これ左の右のどっち、右手で、右手ちょっと、はい、無理だって。そうです。で、左手で左上の紫を無理だ、頑張れ悔しい。僕は一生できる自信がありませんいや、本当すごいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう僕はもう個人的に興味はすごくあって、初めてやらせていただいたんですけど、そのボルダリングを始めるきっかけっていうのは何だったんですか。最初サッカーやってて、はい、でそのサッカーの待ち時間でお母さんがその近くにジムができたっていうことでやってたんですけど、で自分もやってみたいなと思って行ったら、そのサッカーよりも楽しくてそっちの方にハマっちゃって、つかずっと、そうサッカーも楽しいけどボルダリングはもっと楽しかったってことね、はい、
小学1年生の時にボルダリングを始めた関川さん。2年生から大会にも出場し始めると、ボルダリングの東北大会でいきなり優勝。すぐにその才能を開花させました。魅力というか面白さというか難しさでもいいんですけど、本当になんか多分今日やってみて分かったと思うんですけど、十分俺は分かるんだけどね。思った以上に登れなくて、で見てると本当に簡単そうにできるかなって思うと思うんですけど、やってみると難しいとかそういうところとかも面白いかなって思います。大会になると本当に何も分かんなくて、決勝とかそういうところになるともうその場所にあった課題をその場で見て登るので、本当に頭も使うし。クライミングで重要なのがルートを下見するオブザベーション。初めて見る壁をどのように登るか、限られた時間の中で登り方をイメージしルートを決めます。選ぶルートの戦略性から、ボルダリングは時に体を使ったチェスと呼ばれることも。なんか考えてたのと違ったりとかすることもいっぱいあるので、そこでどう修正していくかとかもすごい頭使います。具体的に目標というか、目標はオリンピックで金メダル取ることなんですけど、今コロナとかで練習とかもできなくて、で本当に公式戦とかもなくなったりとかして、本当にジャパンカップとか出るチャンスもなくなったりしたんですけど、やっぱり地元の方とかにも応援してもらってるって思ってるので、恥がないようにちゃんと金メダルを取って帰ってくれるように頑張りたいと思ってます。